お待たせしました。すいません。寝てた。寝てました。全力で。カウント押しなぎお願いします。ツンティアンに起こしてもらった。目がまだ開いてない。かおりちゃんもフレンチトースト食べたいって。作ってさせろ。いくらでも作ってさせろ。とりあえず公演前というか、何でしょう、公演前まではラスト。で、夜か。公演後9時40分とか10時前くらいには多分始めれると思うんですよ。なので星集めとお願いします。そう、事前の大体しかわからないですね。とりあえず7号で言いますね。あとルームフォローしてくれれば、始まった時に通知行くので、ぜひルームフォローお願いします。
んちゃんピカと最下位だったの。書いてる現場一緒にいたんですよ。すごい。あやかたん好き、ありがとう。あ、やばい。なんかさ、755じゃなくてツイッターをさ、メンバーさんがフォローしてくださった時にはさ、通知をさ気づかなくてさ、フォローバックしてないこと多すぎてどうしようって感じ。定期的にフォロワー3一覧みたいなところを見るんですけど、あーってなる。あー寝ると顔が分かりやすくすっきりする前田さん好き。そう、寝れば寝るほど顔が細くなるし、目もまぶたも軽くなる。かわいいでしょ、かわいいでしょ。ピッセンさんにフォローされました。わーい、フォローばしました。香里ちゃんが前田の優しさに泣いてる。本当だ。ウケる。そなた、そなた。ミッセンさんとビンゴの収録の時にちょっとだけ話したんですよ。キャラが好きです、普通に。キャラめっちゃ面白い。充電がありませんと表示されてしまいました。まだ10時。なんか仮眠したからすごいなんか夕方の気分。夕方だったら公園だったわ。でもやば。口が尖って止まった。
今日肌の調子いいんですけど、メイクのり良さそうな顔ですわ。飲む化粧水飲まなきゃ、ずっとサボってる。ショールーム期間、その中顔好きなんですに出すわ。リップだけ塗った。まだ夜じゃないよね。夜かなって思った。夜かなって思った。はい。足の上に落ちた。いた。絶対あざになる。悲しい。痛い。ムシャイク。今日はコスプレしないよ。そう、ツイッターのフォロワーさんが1万6000人超えたんですよ、そういえば。わーい、わーい。チナ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  DM はね、ナオさんとしかしたことないんだ。北海道前夜の時に夜大好きでちゅって怒ってる私が。ウケ。大好きでちゅって書いた。怖ーってなんやねん、怖ーって。いや、もう仲良しなんですよ。やっぱ仲良しなんですよ。一方的じゃなくてね、なんかちゃんと返信来てるもん。何かわいいって来た。大好き本当に。あんちゃんがプライベートで一緒にご飯食べに行ったことある先輩って何人くらい？プライベートだと、みーおんさんくらいかも。でも遊びに誘う勇気はない。あ、でも今度4人くらいで遊ぼうって言ってる話はあるんですよ。だからそれは
それが話が進めば住む4人。まなみさんはビンゴの時くる ビンゴの収録で食べに行ったね、ご飯プライベートでご飯食べた、それくらいかな。前の子は先輩ガンガン誘えないよ、厳しいんです。ビンゴのやつって一応プライベートっていう設定じゃなかったっけ？プライベートでしたね プライベートですね。もちろん当たり前じゃないですか ウケ当たり前じゃないですか。プライベートな気合ってんじゃないですか、そんなのね。プライベートでご飯食べに行ったら、そう盗撮されちゃったっていうだけで、プライベートに決まってるじゃないですか もう手遅れですね まあ、結構前の話だから良きとしよう。たまたまなんか取られちゃって、たまたま運よくなんかとんかつ食べただけで、あ、本当に ね、もう手遅れよ本当に 手遅れコーションだわ。または分解しちゃっただけ ウケる。なあ、忘れてください。もう忘れて、みんな今の忘れよ。忘れておくんだまし。実際普段から分解してるの？なんかソフトクリームとかはマジで今でも上だけとりあえず食べてからコーンだけを食べるかな。あと、なんだろうな、玉木寿司も最近はしないけど、でも私酢飯単体で食べることの方が多いかな。酢飯とお刺身にしちゃうね、玉木寿司とか。お寿司として出てきたものはお寿司として食べるけどね
となんだろう、普通にダイエットのために衣剥がすとかはするけど、丼物はでも最近っていうか2、3年前くらいにやっと一緒に食べれるようになったんですよ。なんか私なんか米を先に食べきるかおかずを先に食べきるかどっちかでしたね、ずっと。事実は事実。なんかでも今でもご飯食べるときは分解まではいかないけど一品食べっていうのかな、なんかご飯食べておかず食べて汁物食べてご飯食べておかず食べて汁物食べてっていう食べ方は絶対できないですね。今でも汁物食べ始めたら汁物食べ終わるまで食べ続けるし、おかず食べ出したらおかず食べ終わるまで食べ続けるんですよ。なんかだから三角食べ的なところはできない。そうね。ご飯だけは食べれるの？てかご飯だけでは食べる時がないから白米はあまりなんですよ。味がついてるお米は好きだけど味がついてないお米は好きじゃないの。だからなんかおにぎりとかでも塩がついてるじゃないですか。塩味がするからお米だけでも食べれるけど、なんか普通の炊きたてご飯イエイみたいな感じではなんない。なんかでもなんか米が甘くないって感じ、甘くないと感じる人はなんか太りやすいみたいなのを聞いたことがある。本当かどうかは知らないけど。甘いとは感じるけど美味しいとは思わないんだよな。日本人やめよう 日本人やめるわ。パンもね、パン単体は厳しいかもしれない。食パン単体は厳しいね。何か塗らないと無理。フランスパンもだし、ロールパンくらいまで行くと食べれるけど、なんかがついてないと食べれない。
食べれない、まあ食べようと思えば食べれるけど好んでは食べないかなっていう。食パンそのまま着ちゃう派だって、すごっ、無理無理無理、一口目から無理、全然一口目から普通に無理、あー無理ってなる。パンの耳嫌いだったな。パンの耳、パンはでもいつもパンの耳とか中とかは別に特になかったな、私は。あ、間違えた。食パンだけでも美味しいやつありますよ。いや、だから一般的に食パン何も塗らなくても美味しいみたいなパンでも無理なんですよ。もう病、もはや病です。50カウント完了、ありがとう。そう、もったいないけど、でも食べれないものは食べれないんだ。美味しくいただけないから、そのままだと。だから塗る。美味しくいただくためにための私なりの工夫や片言みたい。濃い味のものが好き？いや、そういうわけじゃない、薄味が好きだけど。でも食パンとか白米とかは無理。なんか多分私あれも好き、あんま好きじゃない、茶碗蒸しもあんま好きじゃなくて、なんか食感と味が合致しないもの、見た目と味が合致しないものが苦手で、なんか米も別に甘そうじゃないじゃないですか。甘いって知ってるから甘いけど甘くなさそうじゃないですか、パッと見。だけど甘い味するのがちょっと苦手で、食パンもパッと見甘い味しなさそうなのに甘い味がするのが苦手で、茶碗蒸しも、茶碗蒸しはなんか卵でああやってプルプルの、なんかプルプルっていうか、なんかプリンみたいな、プリンっぽいのにしょっぱいのが苦手なんですよ。想像してる味と本来の味が全く違うものが苦手なんですよ。あ、そう、豆腐もそのまま食べれない。豆腐もそんなに好きじゃないかもしれない。ところてんとはなんとなく食べれるようになった。豆腐も本当に無理だね。前田さんと食事大変そうだね。絶対そんなことない。でも言うてそんなことないよ。だってさ、白米単体だけを食べなきゃいけない瞬間とか絶対ないしさ。茶碗蒸しは別に頑張って食べようと思えば食べれるし。全然豆腐単体、冷ややっこ単体で食べることもそんなにないじゃないですか。実際マミーちゃん苦労してるよ。ないよ、してないよ絶対
そんなの言われたことないもん。で、てか私がどうせ嫌いとか言っても、だからって言われるだけだから大丈夫。出されたものは食べるから大丈夫。単体じゃなければ美味しい。パンもご飯も塩むすびとか大好きだもん。いや単体、そのなんか、なんだろうね、想像と違う味がしちゃうのがちょっと無理なの。味が嫌いっていうよりはなんか、なんだろう、なんか、か気持ち悪いの、このなんか頭が気持ち悪い。っていう人間です。塩むすびは美味しい。だから多分ね、米はちょっとしょっぱい感じの見た目なの、私的に。だけど甘い味しちゃうのがちょっと気持ち悪くて。あ、ごま豆腐は想像通り。でもごま豆腐は食べれる。そんな感じよ。大変よな。見た目とギャップがある人ってどう思う？いいと思う。別に人間に対しては何も思わない。ギャップがあろうと楽しい。その方が面白みがあって良いんじゃないでしょうか。パンケーキは大丈夫なんだけどね。そうね、パンケーキ、ケーキだからだって甘いって思う。パンケーキっていう名前だけで甘そうだもん。だからパンケーキになんか有塩バターとか塗っちゃうのはちょっときついかなって感じがする。そこでなぜしょっぱくしたっていう感じはする。だからチョコミントとかもね、好きじゃなかったんですけど、ずっと。でもやっと最近食べれるようになって、逆にハマりつつあるかもしれない。チョコミント、でもこの間、最近、この間最近だって、この間チョコミントのアイス食べたし、なんかチョコミントは食べれるようになりました。結構ずーっと食べれなかったけど、意外と癖になっちゃったかもしれない。本場のパンケーキは食事だから甘くないよね。そうそう、だからなんか甘いやつじゃないと嫌だな。甘くないグレープも苦手？それは大丈夫、大丈夫なんだよな。甘くないグレープはもう見た目から甘くなさそうじゃないですか。だって野菜とか入ってるし。だから別に想像の味、想像通りの味といえば想像通りの味なんですよ。なんかあれがもし包まれてたら無理かもしれない。なんか包んであるグレープみたいなのあるじゃないですか、全面に赤い身が見えないやつとかだと苦手かもしれないな。塩キャラメルも混乱する。わかる。塩キャラメルもうーんってなる。脳がね、うーんってなってる、いつも。あ、この間ワッフルの上にフライドチキン乗ってるの見たな。そう、
前食べに行こうと思ってたんですけど、結局食べずに終わっちゃったんですけど、いつか食べに行きたいな。美味しいと思うんだよね、多分。ゆるはす透明だけど味あって混乱する。それは大丈夫なんだよな、なんか。何なんだろうね、なんか。でもヨーグルトの味とかだったら、ヨーグルトって書いてあるから別に大丈夫なんだろうな。ポテチの上にチョコがかかってるのなんか無理なんだよね。なんか最初は厳しいかもって思ったけど、だんだん好きになりました。それも癖になる的な。チーズだけのピザに蜂蜜は美味しいよ。知ってる、私もよくやるよ。クワトロフォルマッチとかのやつ、ロイスのやつ。なんかしおちゃんに、しおりちゃんにもらって一回、いや今度北海道行く機会あったら買って帰ろうと思ってて、この間買いました。ロイズ、ロイズ。眠い、やばい、今日ずっと眠い。翼授かんなきゃ。朝も遅刻したし、さっきも遅刻したっていうか、もうもはや遅刻レベルのあれじゃないけど、もうちょい。多分公演始まっちゃえば大丈夫だから、で夜はずんちゃんがいるから多分大丈夫。10代から翼鈴から大変やね、ほんとご苦労様って。翼はだって中学から授かってるんで、別に何も思わない。翼ね、高いよね、わかる。翼さすがって、授かって、お姉ちゃん召喚、召喚。翼はいらない、いい、いい。あれって美味しいの？なんかあれ、あれです、なんか人によるんじゃないですか。でもちょっと甘いかな。私は好きです、翼。あんなん気持ちの問題だよ、精神安定剤みたいなもんだよ、あれは。自分でも分かってる。1000円くらいするユンケルが一番効く。あーね、高い。花丸うどん何杯食べれることか。ユンケル高いやつは4000円くらいするで。へえ、高い。
うどん、かけうどん、かけしょう150円値上がりしたらしいからな。悲しい。6杯くらい食べるのかな、食べれるのかな、1000円で。やばい、落ちた。膝に置いてるんですけど。もう目開いてないや、目開いてるよ。眠そうでしょ、眠いもん。ごめんなさい、ごめんなさい、募集しているのに。なんでこんな眠いんだろうね、悲しい。でも11時までだからなんかダメなの、11時までしかできないの今日は。あと20、17分、ダメなの。でもみんなも疲れてるよね、ごめんね。夜の配信また待ってるね、お願いします、ありがとうございます。夜配信見たいけどラーメンも行きたいしな、早めに行って早めに帰ってきましょう。じゃあね、取れちゃう、帰って。やばい、寝そう。頑張る、頑張る。喋ってないと寝そうだけど、喋ってても寝るから大丈夫。どっち一緒に寝るんですよ。大丈夫、大丈夫。寝ない、寝ない。あと15分、雨まだ、あ、雨なんかもうやばいやばいやばいよ、雨降ってないよ今日。やばくない、今の、今のやばいわ。寝そう、寝た、今のは寝た。寝るわ、寝ちゃいそう。変なこと言い出してる、もうやばいやばいやばい。起きろ、雨なんか降ってないし、やばいよね今。なんかさ、雨降ってる映像が流れてきたんですよ、私の頭の中に。マネージャーさんが外にでいて、雨傘さしてて、雨降ってて、はい、まだ雨降ってますかって今聞こうとした。やばー、
てますね、これは。え、てかこの時間で夢見るのやばくない？やば、一瞬だったよ夢まで。でも雨じゃないって気づいて起きてよかった。やば、頑張る。寝てすぐ夢見るのやばいよね。やばくない？調べよう。睡眠負債だって。普通に睡眠不足ってことですね。でも今の一瞬で目覚めたかもしんない。やばくない？目覚めた目覚めた、マジで目覚めた。寝たいときは寝たほうがいいよって優しい。夢でもショールームしちゃう。そう、こないだも夢見るとき大体ショールームしてる。やばいよね、ショールーム病よ。もうショールームに取り憑かれてる、本当にやばい。でもさ、ショールーム昨日とかもそうだけどさ、多分アドレナリンがすごいから、あの23時台にふざけるのは良くないね。本当にその後眠くなくて寝れないんですよ。なんか23時にだからあのテンションで行くのは良くない、マジ。寝れなくなる、あれはマジで。本当に何かあれは普通になんか眠くなっちゃったからテンション上げるために寝ないようにあれをしたんですけど、逆に目覚めすぎちゃってやばかった。昨日も多分2時半とかまで起きてたかな。結局寝れなくなっちゃって、あとやらなきゃいけないこともたくさんあったから2時半くらいまで起きてて、2時半3時くらいまで起きてたのかな。
それは大変だね。だから今朝起きれないんですよ、うん、パチパチパチ。ね、確かにずんちゃん23時半に配信してましたね。確かに。もう目覚めたんですけど本当に。でもじゃん、夜勤明けでこれから帰ろう。お疲れ様です。電車寝過ごさないでね。そう頑張る。電車ね、でも電車で寝るときはちゃんとアラーム設定して寝るから大丈夫。最近はでも一回ずんちゃんと善悪の前日から寝過ごしたよね。普通に そろそろランキングを発表します。アナ13さん、アキさん、エイキさん、ヒロップさん、ジージーさん、無名さん、バブルさん、クロさん、グレープ 100% さん、アソシさん、エズ99さん、ロジックさん、カさん、KA さんかな、カズさん、ポヨタナカさん、飛ばされる運転手さんさん、運転手さん、マイハピタイさん、シナキヤさん、ロンリーザウルスさん、クリプトンさん、ピーリーワングさん、タダヤンさん、タケショーリンさん、ワッキーさん、小野寺栄さん、ヒロッピさん、ボーリングボーイさん、カノさん、ハワイアンブルーさん、マッツーさん、タランボさん、ジミーさん、ジョンフンさん、ティラミス247さん、秘書さん、川宮さん、ラクセルさん、プーさん、ヌックンさん、ズーちゃんさん、クジラの犬の中、ナオさん、ニータンさん、メメさん、韓国の方、純平さん、たかしさん、マントメガネさん、全員七さん、チャンさん、ルカルカ47さん、ゴジュのチャイムさん、フレッシュイチゴになりたいのさん、大角ネズミさん、渡辺さん、フークロさん、チータンさん、ナガさん、ウーさん、ハイホー、レッツゴーさん、タイソンさん、マモル1314さん、チャンさん、トチキさん、メルローズさん、モフ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 さん、クロニャンコさん、ユキオさん、マサニャさん、ユイカさん、タカヒロさん、シマンチュさん、トシピーさん、ゴータさん、サミシン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 ウサギさん、セイヤさん、プルダーアグリさん、TY さん、トモンちゃんさん、トンカツ店さん、ハヤブサさん、部長さん、アヤさん、ヘソニウメブシさん、タタタタタタタさん、リットマンさん、今日この頃さん、エイチャスさん、ユキタンさん、ジンくんさん、ケイジさん、までが14位までです。13位池内さん、12位ヤスさん、11位ペンタロウさん、10位ユウヤさん、9位丸見龍介さん、8位中地さん、7位カヤッペさん、6位チーフさん、5位徳尾さん、4位美学さん、3位ペロペロチーノさん、2位クールミートさん、1位ドグラスさんです。ありがとうございます。スペシャルギフト、へそに梅干しさん、かやっぺさん、プーさん、TY さん、ゆうやさん、美学さん、部長さん、ひろっぴさん、まるみじゅうすけさんです。ありがとうございます。オッケー、公演頑張ります。よし、公演頑張ります。それでは配信を切りたいと思います。また夜会いましょう。バイバイ。
バイバイ。